政策学部、メディア情報学科の柳と、総合政策学部、総合政策学科の桑田です。よろしくお願いします。タイトルは、資産、首相は日本を救う。それでは発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。私たちの栄養源である食料、日本の自給率が年々下がり、現在はいよいよ 40% の大台割り、39% になってしまいました。今回も食料に関する問題は山積みであります。本発表ではこの食料の危機的状況を解決する方法の一つとして地産地消に焦点を当て政策を提案していきたいと思います。では最初に食料の危機的状況という部分に関して少しだけ説明していきたいと思います。まずは一つ目の食料自給率の低下です。先ほど冒頭にも話した通り、日本は戦後、食生活の洋風化が急速に進み、その急激な生活スタイルの変化が食料全体の自給率低下をもたらしました。日本のカロリーベースの自給率では昭和40年度の 73% から大きく低下し、今現在の 40% だったと言われています。次に2つ目が食料輸入が引き起こす環境問題です。これは国内の食料自給率低下でますます増える輸入により環境問題にまで発展したというものです。その代表例ともいえるのが地球温暖化です。これはフードマイレージという考え方によるものです。飛行機や船、トラックで食料を輸送するとき、二酸化炭素の排出などさまざまな環境負荷がかかります。それを定量化したものがフードマイレージで、これは重量かける距離に計算されるんですけども、日本のフードマイレージは原材料でも国民一人当たりで見ても世界で一番になります。つまり日本は輸入によりそれだけ多くの二酸化炭素を排出し、地球温暖化を引き起こす要因を作っています。そして最後3番目が輸入食品の安全性です。皆さんの記憶にも新しいかと思うんですけども、中国の天洋食品が製造した冷凍餃子を食べた兵庫県の高砂市などの3家族計10名が中毒症状を訴えた事件や、残留麻薬問題や BSE 問題など食に関する問題や事件が続発しました。輸入食品の安全性に対する疑問がこれで高まっているようです。以上が主な食料の危機的状況です。これらの問題を解決するために今注目されているのがこちらの地産地消です。地産地消という言葉は聞いたことがあるという方も多いと思いますが、ご存じの通り地産地消とは生産地と消費地が直結することであります。つまり食べる人の近くで作り、近くで作られたものを食べる、その土地で採れたものをその土地で食べるということであります。冒頭に出た食料の問題に対して地産地消がどのようにアプローチできるでしょうか。まず1番の食料自給率の低下についてです。こちらは国内での生産消費を強めようということだから当然改善可能だと思います。そして次に食料輸入が引き起こす環境問題についてですが、こちらも取れた地域で食べるんだから当然輸入の輸送による二酸化炭素の排出などを大幅に抑えることができるので改善可能だと思われます。というように3つ目に対しても輸入食品の安全性に対してもどこでいつどのようにして作ったか分かる、地産地消は顔の見える環境を築けるため安全性も改善可能であると考えます。こういったこのような効果が望めることから国や各地も地産地消に対して積極的に取り組んでいます。国は食料、農業、農村基本計画の中に重要項目として設け推進し、地方でも地産の食材を用いた飲食店が展開されるなどしています。しかし、いくら国や地域がこういった取り組みに力を入れていても、私たち消費者の意識は低いままではないでしょうか。そこで、このようなアンケートを三田キャンパス生52人に対してランダムに実施しました。結果の詳細は配布の参考資料をご覧ください。アンケートの結果、地産地消という言葉について意味を理解している、あるいは聞いたことがあると答えた学生は約 62% いたいましたが、買い物や外食をする際に食材の産地を意識すると答えた学生は約 35% でありました。はい、私たち消費者の意識は低いという結果でありました。そこで私はそのような課題を解決すべくご覧のような2つの政策提案をしたいと思います。
日本の自給率をいきなり上げるというのが大きい話なので、まずは自分の身近なところから低い意識を改善し、身近なところから地産地消活動を活発化させようというのが今回の提案です。ですから、政策の対象としましても、神戸三大キャンパスの学生、特に一人学生に限定して設定しました。では、一つ目の IT マップの方から順に説明させていただきます。アンケートによりますと、三大生の 62% が一人暮らしであり、週平均で 4.6 回外食に行っています。実家暮らしを含めた全体が週平均 4.2 回であったので、やはり一人暮らし生の方が外食率は高いようです。また、外食の行き先としましては、一人暮らし生の 80% 近くが大手チェーン店やファミレスなどが混んでありました。そういったものが悪いとかではありませんが、地元密着型の地産地消にこだわる店に意識的に行ってもらうことができないかということを考えました。またアンケートによりますと、三大キャンパスの一人暮らし生は週平均で1人当たり外食に約3000円を使っているため、三大キャンパス内に仮に1000人の一人暮らし生がいると週に300万円の消費能力があります。この消費能力を地産地消に少しでも回せないだろうかということを考えた結果、三田市内の地産地消に取り組む店を視覚的に分かりやすくし、少しでも外食の際に意識してもらうという意味で地産地消 IT マップを提案させていただきます。こちらの広め方としましては、ミクシーや感覚内 SNS のキングなどを活用しようと思っています。イメージとしてはこのようなものをイメージしています。今回卒業論文の中間発表ということで発表させていただいてますので、未完成ではありますが、卒論の完成時にはこちらのマップの方を完成していきたいと思っております。次に2つ目の説明に移りたいと思います。実家生の場合は家に帰ればご飯があると思いますが、一人暮らし生はそうはいきません。外食が週平均で 4.6 回ということですから、週平均で 2.4 回は自炊や買ってきた出来合いものを家で食べているということになります。そういうことであれば、外食をしないのであれば自分で地産の農作物を調理すればいいというふうに考えました。しかし、わざわざ農協やそういったものを取り扱うスーパーマーケットに足を運ぶ学生は少ないということを思いましたので、最後に提案させていただくのが、大学内の生協の後で地産の農作物を販売ということです。イメージとしてはこのようなものが生協にできるというイメージです。以上の神戸三大キャンパスの学生、特に一人暮らし生の外食の両面を抑えた2つの政策を実行することにより、まずは三大キャンパス内ないしは三大市内の地産農作物の消費活動が盛んになるような提案をさせていただきました。それに追いつこうと生産者の生産率を上げようと頑張ると思います。そして将来的には自給率アップにもつながると思います。よって、地産地消は日本を最初に冒頭に司会の方が言っていただいたハテナがついてなくてもハテナが取れてびっくりマグになると思います。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、ね、近くに座られていただきます。それでは